高橋真希は、上方寄せ林三味線奏者。兵庫県神崎郡高寺町出身。姫路市内で、兵庫銀行の銀行員をしているとき、旧、ズメ寄せという落語会を見に行ったのがきっかけで、かつら旧スズメと知り合い、その縁で1992年12月、寄せ三味線のカツラエダに、弟子入り。当初は、銀行員との兼業であったが、 1996年、旧ズメと落語工房を立ち上げると同時に銀行を退職。落語工房社長として、桂旧ラ旧鈴のマネージメントをしながら、自身も、寄せ林奏者として活動。1999年に旧ズメと結婚。次男を設ける。2012年、寄せ林に専念するため、落語工房の活動を停止。その後、 米朝事務所扱いの様々な落語会で寄せ林を務めていたが、一旦一戦を知りいた。今は再び活動をしている。情報落語協会には所属していないので、天馬天神藩上亭帝昼席、神戸深海地気楽館昼席で演奏することはない。桂ツ旧鈴目主催の話劇では、旗揚げから下座を務めていたが、最近は演奏は後輩に委ね。 音楽部長として、下座のプランを立てる、立場のことも多くなった。本名は、室屋薪。旧姓の高橋薪で仕事をしていたが、薪という漢字を正しく書いてもらえることが少なく、ひらがなに改名し、高橋薪で仕事をしている。2015年3月1日、初の弟子、岡野鏡が入門したが、現在は、岡野鏡は旧、雀門下となり、 技術指導だけを、高橋真希が行う、という形式になった。2018年、当時、小学2年生の沢部春里に指導を始め、今は、沢部春里との二丁で演奏することもある。情報落語家名館出版文化社、20、寄せャミ戦争社、岡野鏡。人生デザイン U-29NHK、2019年8月22日閲覧。 今年の春、大事件が、お囃子の師匠から、指定関係を解消されてしまったのだ。ありがとうございます。